どうも皆さんこんにちはチャックバスです。え、本日はポイントサイトポイントインカムのキャンペーンがね、今日から始まりましたんで、そちらを紹介させていただこうと思います。で、このポイントサイトポイントインカムなんですけども、まあ私がね、まあリクマイラー、まあ、えー、今3年目ぐらいなんですけども、まあやってきて、まああの、ポイントサイトをね、運営していく、まあ利用していく上で、まああの、どのポイントサイトでもですね、 実、ちゃんと利用したのに、えー、ポイントがつかないみたいなね、ことがあるんですよね。まあ、実際に私もありまして、えー、そういう時にね、やはりポイントサイトっていう、まあ、普段今まで使ったことなかった方は特にね、どういうものなんだろうっていうのはよくわからないですよね。私も最初そうで、まあ、利用してみて慣れてきてみたいな感じなんですけども、まあ、その中で、えー、ポイントがつかない。で、えー、お問い合わせっていうところから、まあ、問い合わせして、 まあ実際に調査してもらって、まあ無事付与していただいたみたいな流れなんですけども、まあその中でね、対応がとても良かったポイントサイトをね、え基本的に私の方で紹介させていただいてるんですけども、このポイントインカムですね、とてもあの対応がいいので、あの私はね、お勧めしているポイントサイトなんですけども、まあ、今回はこのポイントサイト、ポイントインカムっていうポイントサイトから、えー、今、ANA マイルを貯めるルートとして、 東急ルートっていうのもありますよね。まあこちらが今75%が最大ってなってるんですけども、こちらをポイントサイト、ポイントインカムから東急、eh, ドットマネー、東急ポイント、ANA マイルっていう、eh, ルートを利用すると、本来75%っていうのは最大数ですよね。これがなんとですね、90% になる。ま、あ実質90%キャンペーンっていうのがね、今日から始まりました。まあ、これどういうものかというと、ポイントインカムから、えー、えドットマネ、等級ポイント、ANA マイルっていう風にね、ルートを組むと、本来75%なんですけども、その分がポイントバックされるっていうものになります。ですんで、まあ、実質90%で、ま、ANA マイルね、交換できるということで、えー、今回こちらはね、いやー、すごいですよね。 75%な <laughs> ねこ、えー、今最大のポイントサイトの交換率なのに、それが ANMI で、ね、90%交換できるっていうのはね、本当に最高まであるんじゃないかなと思います。まあ、こういう、えー、キャンペーンはね、まあ、ちょこちょこあるんですけども、まあ、あればね、また、あの今回同様ね、今後紹介させていただきたいなと思ってますんで、まあ、皆さんね、ぜひ見ていただけたらなと思います。で、まず、このキャンペーンの期間。 えまず11月の5日から11月の30日までが第1回。で、第2回目が12月の1日からえ12月の26日の23時59分まで。ってなっておりますんで、まあ11月1回、12月1回みたいな形で考えていただけてればなと思います。で、こちらのポイントサイトの、ポイントサイトこちらのキャンペーンの参加方法。 なんですけども、えー、期間中に、えー、合計10万ポイント以上の広告を利用する。が一つの条件です。ですんで、で、この10万ポイントの、えー、承認分、もしくは承認待ちになれば、えー、今回のキャンペーンの参加となりますので、覚えておいてください。10万円分のポイント、10万ポイント分の広告を利用する。で、えー、で、次にドットマリーに交換しますよね。で、 その次に等級ポイントの交換。そうすることによって20%ポイントインカムの方に、ポイントインカムポイントで、えー、変換されるっていう形になります。で、えー、注意事項ですね。いきたいと思います。 1> 第1回が11月の、えー、5日、1二月1日、えー、11月いっぱいと、えー、12月1日から26日までっていうお話をしましたけども、えー、各1回です。ですので、11月に1回、11月期間中に1回、12月の期間中に1回っていう形になりますんで、あのーえー、11月に何回もね、交換してもあの対象になりませんので、その点は注意してください。で、次にですね、えー、月1回、 10万円分のポイントを申請したえ申請分のみ対象ということですんで、ここも気をつけてくださいね。えー、10万円分、えーまあ、10万ポイントっていうのは、ポイントインカムは10ポイント1円ですんで、まあ、1万円分のポイント、まあ、10万ポイントを、えー、月1回の交換に対しての20%っていうことになっておりますんで、まあ、あの、 20万も30万もポイント交換して全部90%になるかっつったらそういうわけではありませんので、十、え、一、ー、11月1回、12月1回、10万ポイントずつ交換してくださいね。まあ、それ以上交換してもそれ以下交換してもですね、あの条件達成できてませんので、あの、この実質90%でね、交換はできませんのでご注意くださいね。で、このボーナスポイント、あの、ポイントバックされるポイントの付与時期なんですけども、えー 達成後、翌々月の上旬ということですんで、まあ今11月なんで、11月期間の分は1月。で、12月分の、えー、期間のやつは2月に付与されるということになりますんで、それも合わせて覚えておいてください。で、えー、さらに注意事項ですね。ポイントインカム以外のサービスからドットマネーに交換したポイントは対象外。まあこちらはまあ当たり前だと思うんですけども、まあ他のポイントサイトだったり、今、 持ってるドットマネーのポイントの交換した分は適用されませんで開催期間外の間ですねだからえっ、ー、と今日11月の5日でこれ5日から始まっているキャンペーンなんで4日分の、えー、交換分もしくは12月27日以降の交換分は残念ながら対象になりませんので覚えておいてくださいあと、えー、不正いたずらと判明し,、えー、判明した場合ですね こちらも、ポイントサイト、ポイント付与の対象外となりますんで、ご注意ください。まあ、それ以外は大丈夫ですかね。まあ、増量ポイントを付与される段階で、ドットマネー及び、ポイントサイト、ポイントインカムを大会されている方は、ポイントもらえませんので、ご注意こちらはね、あの、アカウントを消したらね、まあ、もらえないっていうことはね、もらえないっていうか、まあ、もらったところで使えませんからね。まあ、こちらは大丈夫だと思われます。えー、それではですね。 え次に、えー、この10万ポイントを獲得するっていうのは今回の、えー、ポイントサイトの案件ですよね。まあ案件っていうか、まあキャンペーンに乗るためには10万ポイント分を、えー、ポイントサイトでね、利用しなきゃいけないですよね。ですので、じゃあ何を利用するかってなりますよね。うん、どうしようかってなりますよね。で、クレジットカードをね、まあ発行ちゃちゃっと4枚発行しちゃおうとかね、結構思いがちなんですけども、えー、クレジットカードっていうものはですね、 あの、立て続けに短期間にたくさん発行してしまうと、えー、今後審査が落ちやすくなったりとか、まあそれ自体のね、クレジットカードの審査が通らなかったりとかもしますんで、あの、短期間で、えー、たくさんのね、クレジットカードを発行することだけはね、えー、やめましょうね。あの、このキャンペーンに乗りたいっていうのはね、もちろんわかるんですけども、まあちょっともったいない部分もありますんでね。 あの、今後のね、そのクレジットカード発行できるできないで、まあ、今後の案件が利用できるできないに関わってきますんで、それだけはね、ちょっとやめておきましょうね。で、もし私がやるとしたら、えー、11月に1枚、12月に1枚ぐらいですかね。もしやるとしたらですよ。はい。だからですので、まあ、あの、あんまりね、短期間ぎュッてやる、あの、発行することだけはやめましょうね。 で、ではね、じゃあ何が、私としてはじゃあ何がおすすめかというと、やはりね、あのこ、今までの動画でもですね、ポイントサイト運営で結構ね、おすすめさせていただいているのは、モニター案件です。モニター。で、この、ポイントインカムっていうポイントサイトにも、えー、グルメモニターっていうものがあるんですよね。まあ、実際に、えー、お店に行って、まあ、利用して、それに対するアンケートを答えるっていうものなんですけども、まあ、どっちかというと、私のおすすめはこっちです。うん。 あの、何がいいかって、このモニター案件っていうものは繰り返して利用できますんで、で、その、ポイントサイト側も繰り返しも OK ですし、あの、当選か落選がその場でわかるんで、まあ、それさえクリアできればね、あの、ポイントサイトのこのモニター案件っていうものは、まあ、変な話、半永久的に利用できるみたいな感じですんで、まあ、あの、 ずっ審査っていうかその当選落選でまあ落ちやすくなるとかはあると思うんですけども、まあ、私がやってる感じはですねそんなことも全然なく <laughs> 今のところ月1回か2回は、ね、利用できてるんで、まあ、私としてはこの,このキャンペーンに乗るんでしたら、えー、ポイント付与も、ね、結構早めなんで、えー、グルメモニターを利用してこのキャンペーンねぜひ達成していただけたらなと思います。 いかがだったでしょうか今回は、えー、ポイントサイト、ポイント一カムの、えー、実質90%、えー、ANA マイル交換キャンペーンね、紹介させていただきました。えー、この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいですで。私のツイッターではですね、えー、普段の私生活から、ポイントサイトの え、案件なんかもね、たまにつぶやいたりしておりますんで、普通の言葉でつぶやいてますねもしよかったらね、えー、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のこの YouTube のチャンネルではですね、<laughs> ANA マイルに関すること、<laughs> ANA に関すること、実際に ANA マイルを貯めるポイントサイトの運営方法なんかもね、<laughs> え紹介させていただいたりしております。それ以外は、えー、マリオットボンバーにね、宿泊レビューですね、飛行機の登場レビュー、クレジットカード、お得情報、あとね、私の大好きな街のニューヨークの街の紹介なんかもさせていただいております。 もしよかったら是非チャンネル登録していただければとても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ